これが XX だ。こんにちは。視聴ができるイヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。本日のご紹介は JVC の新製品完全ワイヤレスイヤホン HA-XC91T のご紹介です。価格はイヤホンのウェブ価格で 21,780 円、発売は7月21日水曜日です。こちらなんですけどもね、これ XX って書いてますね。この XX なんですけど、エクストリームエクスプローシブから発想した、頭文字を組み合わせたもので、爆発的な重低音サウンドをイメージしたものですね。2011年6月に米国逆輸入モデルとして XX シリーズは日本市場に登場しました。以来重低音を求めるユーザーにロングヒットを続けるシリーズです。僕も大好きです。開封していきましょう。開封した内容が、これが XX だ。はい、イヤホン本体こんな感じです。付属品といたしましては、まずはケースですね。ガチッとした感じです。タイプ C の、充電口がついておりますので、 USB もタイプ C、 A2C ですね。 A2C がついてます。付属しているイヤピースは SML の3サイズ。はい、それじゃあ実際に試着の方とかをしていこうと思います。本体こちらなんですけども、でかいね。思った感じでかいですね。こんな感じなんですけど、500円玉ぐらいはあるんですかね。はい、イヤホン本体つけてみました。こんな感じです。結構大きな印象なんですけど、装着感自体はそこまでそんなにしんどいというか、そのボディが大きすぎて入らないとかって印象はないです。搭載されているドライバーなんですが、12mm のダイナミックドライバーが1機搭載されています。 12mm のドライバーは完全ワイヤレスイヤホンとしてはかなり大きい部類に入ります。分厚い低音が期待できそうです。聞いていきます。はい、まずですね、低音の響きが特にいいと思います。空間の深さであったりとか広さを感じる部分では非常に、低音の部分、重要かと思います。めちゃくちゃいいですね。映画であったりとかスケールの広いサウンド、例えばオーケストラとか の組み合わせとかがすごくいいんじゃないかなと思います。 HA-XC91T にはバスブースト機能がついています。右側のイヤホンを1秒ほどタッチすると、オンオフができるんですけど、これがまたねいいんですよ。こうです。ピーンってね反応するんですけどね。はい、クラブっぽいですね。音楽との相性とてもいいです。ついついですね音量を上げて、聞いてしまいますね。ノイズキャンセリング等々の機能についてです。ノイズキャンセリングオフ、外音コントロールオフの状態と外音取り込み、そしてノイズキャンセル、この切り替えは右側のイヤホンをタップすることで切り替えてきます。こんな感じですね。はい、実は僕は音質レビューの時とかもアンビエントモード、外音取り込みのモードで喋っていました。イヤホンをつけたまま喋ることって遮音性が強いと喋りにくいんですけど、このように、ちゃんと音が取り込めるのでかなり喋りやすいです。まずですね、ノイズキャンセリングの方式についてなんですけども、ノイズキャンセリング方式はフィードフォワードマイクとフィードバックマイク、前と後ろのマイクですねの2つを使ったハイブリッドアクティブノイズキャンセリングです。ノイキャンに関してなんですけど、かなり強いですね。めちゃくちゃ効いてます。全体的にかなり効いているので、例えばその空調の音のような機械的なノイズはもちろん、声とか日常の生活音もかなり消えます。防音室みたいですね。こう完全にこうバンと遮断してしまうみたいな。対して外音取り込みなんですけど、これがねすごくその周りの音を吸い込みやすいというか、再生中の楽曲の音量を下げて周囲の音を取り込むっていうモードなんですけども、再生中であっても、音量を下げて、外の音をミックスして自然に音を取り込んでくれます。これがですね、全くゼロになるとかそういうんじゃなくて、なんかこうちょうどよく合わさってくれるのがとても良かったですね。音楽は鳴り続けてるんで、ちょっとそのミックスしながら音楽は途切れさせずに日常生活とミックスするっていう感じがちょうどよくていいと思います。外音取り込みのその感じなんですけど、人の声が聞きやすくなるような感じですね。移動中なんかは外音取り込みをオンにした状態で、
駅のアナウンスとか聞き逃さないようにするのもいいかもしれないですね。機能に関して対応コーデックなんですが、SBC、AAC、AptX、AptX、Adaptive に対応しています。 AptX、Adaptive に対応のスマートフォンをお持ちのお客様は遅延の少ない高音質な環境でご利用いただけます。電池の持続時間ですね、バッテリーです。ノイズキャンセリングオフの状態で約17時間、ノイズキャンセリングオンの状態で約11時間。すごいですよねこれね。ノイキャンオンでも約11時間駆動します。この強力なノイキャンをオンにしていても東京大阪間の深夜バスでもノイキャンつけっぱなしでもいけそうって、ノイキャン聞きっぱなしでもいけそうっていうね、なかなかタフなんじゃないでしょうか。はい、人気の重低音シリーズの最新 TWS、深い低音が圧倒的な世界観を作ります。強力なノイズキャンセリングで生まれる没入感、これは防音質を使ったみたいな、かなり質の高いものです。そして再生中でも使いやすい外音取り込み、人の声の部分とかを聞きやすくなるようなちょうど使いやすい外音取り込みかなと思います。そして、最新コーデック、例えば AptX Adaptive に対応していて、バッテリーもタフ、水や砂ぼこりに強い IP55 規格、水とか砂ぼこりに強いっていうね、かなりタフなイメージです。音がタフなだけじゃなくてボディ自体もタフ、ここのところがポイントの一つですね。コントロールはタッチ、タップで行います。物理ボタンみたいなものはついておりません。イヤホン、ヘッドホン専門店イーヤホンでも視聴器をご用意する予定です。ぜひ体感してみてくださいね。イーヤホンの YouTube チャンネルでは10万人登録を目指しております。動画へのいいね、チャンネルへの登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。強力なノイズキャンセリングと深いビート、俺だったらこんな曲聴いてみたい、そんなコメントをいただけると幸いです。本日のご紹介は JVC の新しい完全ワイヤレスイヤホンHA-XC91T-XX のご紹介でした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。